上空から眺望した地図町中心部地図町は、鳥取県八津郡に属する町。鳥取県の南東部に位置しており、鳥取藩の宿場町である地図塾で知られる。面積の93%を山林が占めており、豪雪地帯でもある。調整志向前の名称である、地図村についてもここで述べる。鳥取県では唯一、特定、非営利活動法人森林セラピーソサイティによって、 森林セラピー基地に認定されている。地図区2924人、山形区936人、奈義区1005人、長谷区980人、富沢区787人、山合区522人2015年国勢調査より2004年4月25日に、鳥取市などとの合併の是非を問う、住民投票で賛成多数となったが、鳥取市との合併は実現していない。 重要文化的景観である、地図杉の林業景観地図宿、石ヶ谷家住宅番茨城落地づく山形区、なぎく、長谷区、富沢区、山区地づく山,山形区、なぎく、長谷区、富沢区、山区市街局番は0858となっている。ただし、天気予報は0857から177である。郵便番号は以下の通りとなっている。ありがとうございます。